チェルシー古教会にある鎖付け図書。ロンドンの教会に唯一ある中世の図書である1717 17年の巣の聖書。サー・ハンス・スローンの寄贈。ヘレフォード大聖堂の鎖付け図書、さ付け図書とは、本が本棚と鎖で繋がれている図書館のことで、本を図書館外へ持ち出せないようになっているが、本棚から取り出して読書できるのに、十分な鎖の長さは取っている。これにより、 所蔵本の盗難を防いでいた。このようなやり方は中世から18世紀頃までの参考図書館の多くで採用されていた。コレクションにおける参照書籍や大盤の書籍といった唯一無比の価値を持つ本が鎖でつながれていた。鎖付け図書はそれほど古くからあるものではなく中世の終わり15世紀頃から現れ始め16、17世紀に 鎖さりつけ図書館は多く作られている。中世には蔵書そのものが多くなく、本の保管には、アルマリウムと呼ばれる戸棚や、チェストと呼ばれた保管箱が用いられていた。ヘレフォード大聖堂に現存するチェストは、木製で、長さが約2メートル、幅、高さが約50センチメートルという大きさである。周囲には彫刻が施してあり、上前が3つ取り付けられており、四隅に、 足がついている。本の紛失、盗難を防ぐため、チェストを開けたままにすることは許されず、また本を読む時もチェストに背を向けてはいけなかった。本の盗難に対する呪いが存在するほど、中世には、本は貴重であった。蔵書が増えるにつれチェストも増えていくこととなったが、鍵の管理や利便性などに大きな支障をきたすことになり、保管には専用の図書室内紙は、 図書館が作られることになった。図書室には初見台が配置され本は鎖で初見台と繋がれていた。標準的な鎖付け図書は本のカバーや隅に鎖が付けられていたが、これはもし鎖を本の背につけてしまうと棚から出し入れする時の負担で大きく摩耗してしまうためである。また、本に小さい輪を通してチェーンをつける場所ゆえに本はページの前。 小口だけが見えるように背を奥にして収納されているが、これによりひっくり返すことなく、本を取り出して読むことができる上、鎖が絡むことも避けられる。当時の本には、背拍子に著者や署名が記載されていなかったのも、このような収納方法の一因である。利用者が本を探し出すときは、書券台や本箱の端に書かれている署名のリストを参照していた。また、前、 小口や本を閉じるリボンとメガネに署名などの本を識別するための情報が記載され、一部では鎖に識別用の札が付けられていた。この背を奥にしてしまう収納法は一般にも広がり、鎖が付いていない個人の書斎でも利用されていた。鎖は主に鉄でできていた棒に繋がれており、司書が鎖を外すときは鍵を用いていた。鎖付け図書は、 図書館の設計にも大きく影響を与えた。鎖で繋がれている本は読書できる範囲が限られているため、最高の都合から建物には多くの窓を並べ、書棚は壁に対し直角に並んでいる。学校や大学といった教育機関の外部での利用が多かったイングランドの図書館における最古の例は、リンカーンシャーのグランサムにある1598年に創設された。 フランシスト・トリギー・サツケ図書館である。この図書館は現存していて、後の公共図書館システムの先駆けと言われている。ダブリンにある1701年建設の回し図書館も、非教育機関図書館で建設当初の建物に、現在も入り続けていて、本が鎖につながっているわけではないが、その代わり貴重な書物の紛失を防ぐために、檻の中での見本を読むことができた。その他、 ギルドフォードオリツグラマースクールやヘレフォード大聖堂にも鎖付け図書が設置されている。鎖付け図書はヨーロッパ全土に広まっていったが、すべての図書館で採用されたわけではなかった。印刷数の増加で書籍の価格が下がるとともに、鎖付け図書の採用も減っていった。それでも、鎖付け図書がすぐに消えたわけではなく、18世紀末頃まで本は鎖で繋がれていた。 オックスフォード大学のモードリンカレッジで鎖が外されたのは1799年である。近年、鎖付け図書を再現しようとする動きが高まっている。本棚などの家具、鎖、書籍が当時のままに残っている鎖付け図書は世界中で5箇所のみで、そのうちの1箇所がオランダの小さな町であるズトフェンにあるセーバルブルガ教会内の 図書館で1564年に建設されていて、現在博物館の一部として、観光客向けに当時のままの書籍、家具、鎖を公開している。これらの大規模な図書館を修復し保全するには、数多くの作業を伴う。例として、イングランドのヘレフォードにある、マッパムンディと鎖付図書博物館の復元には、数多くの作業員と10年以上の期間、 多額の寄付が必要だった。900年以上前に建設された、この図書館は、後輩が進み、倒壊の危機に直面していた。また、発見された最古の鎖付け図書は、ヘレフォードゴスペルで、8世紀に書かれた、この書籍は、この大規模な図書館に置かれていた229冊の鎖付け図書の一冊だった。ヘレフォード図書館は現存する鎖付け図書館の中で、 最大規模で鎖や書籍もそのまま残っていて、観光地や博物館として現在一般公開されている。ウィンボーン、ミンスター内の鎖付け図書館はイギリスにおいて2番目に規模の大きい鎖付け図書館である。最初の寄贈は、ウィリアムストーン牧師による進学を扱った図書で、主に聖職者が読んでおり鎖は付けられていなかった。 別の地元寄贈者であるロジャー・ジリンガムは1695年に90冊を寄贈したときに、図書館は、店主やより身分の高い地元町民のために、無料で利用できるようにしなければならないと考え、書籍に鎖をつけることを求めた。ありがとうございます。